はい、どうも、ドキです。実はですね、昨日、任天堂スイッチの新しいモデルがですね、任天堂公式チャンネルから、公開映像が初めて、公開されたんですけども、実はですね、その動画にですね、スプラトゥーンの情報がちょっと隠されてまして、みんなが気になる武器ですね、それは 3D で出てくる、初めて出てくる武器、弓の、なんて武器かわかりませんが、その、スプラアロー的なね、武器が、動いてるシーンがちょっと映ってたんで、皆さんと一緒に見ていけたらいいなと思います。はい、こんな感じですね。ちょっと入りかっこいいですよ。有機EL モデル、なんか回線が良くなるみたいです。良くなるっていうか、まあ有線のケーブル、今多分付属のコンセントを刺さないと一緒に繋ぐことできないんですけど、この状態でもできる。あ、これですね、もうスプラトゥーンの映像、かっこいいかっこいい、オタクが出ちゃうな。有線LANをね、こう、接続をできるとしやすくなったと。で、この映像にね、見て、まずね、チャージしてるとき、レティクルっていう、その、丸っこいのが出たり、あと、チャージキープ、これチャージキープ、これチャージキープしてるとこ、もうここだけしかないんだけど、ここだけしかないんだけど、まあ、こんな些細な映像でもちょっとわかることがあったので、皆さん説明したいと思います。まず最初に言ったレティクル。この丸っこいやつがね、チャージして撃ってる時に出てたので、まあ狙いやすいんじゃないかなって。スプラチャージャーとかって、線が出るんですけど、多分線は出ないで、普通にチャージャーみたいに撃ってるし、そしてまあやっぱチャージャー系統なので、チャージキープが弓の状態でもできると。で、チャージキープしてるとこがめちゃくちゃかっこよかったので、これはスローモーションで皆さんに最後、見せたいと思います。弓使いになってる。弓使いなのに、スクイックリ持ってる。武器違うぞ。ひりょくん、それ弓じゃないぞ。てか、今回の弓ね、なんか、チャージキープができるらしくて、なんか、新しい要素はまだ見えてないんですけど、なんか、チャージキープは今まで通りできる。なんか、近づいてきたね、弓使いが。弓じゃないぞ、ひりょくん。ひりょくん、危ない。怖い。そんでね、スクイックリンだよ。弓じゃないよ。勘違いしてる。まだ出てないからね、スプラ3。わかった、ヒリア。落ち込んでるな。ヒリア3で出てくると思う？あ、思う？まあ、そうだね。アミーボあるもんね、ヒリオくんの。そうだよね。じゃあ、弓を抱えたヒリオくんの映像って出てくると思う？おー、なるほど。で、今使ってる武器は、それ弓？頭打つしかやらないじゃないか。それ弓じゃないって、だから。本当に弓だと思ってたわ。怖い。弓じゃないぞ。当てられる？弓なら当てられるよね。これ。当てられますか？ヒリオくん。弓じゃないんじゃない？やっぱり。弓使い、ヒレオ。やられた。